JR 東日本の特急列車新幹線でお得に予約するならば、ホテルとセットのダイナミックレールパックをぜひご利用ください。今日は、ね、東京駅の2つある地下ホームのうちの1つ、地下総武ホーム、いわゆる東京地下駅に行ってみます。最初はいいんですけれども、地下へどんどん降りていくと、このホーム50年ぐらい前に作られたところへ今向かっているんですが、その当時のままの姿で残っているそうです。ここがその空間なわけですけど、確かにすごいですよ。で、今ね、ちょうどエスカレーターを降り切ったところに警察官の方がずらーっといっぱい来てて、東京では割とたまに見る光景なんですけれども、駅員さんもいっぱいいてですね、でもこの長いエスカレーターのところから荷物を落下させてしまったみたいなんですね。で、それで下にいた人に当たってしまって警察沙汰になったみたいです。よく見るんですけれども、気をつけた方がいいですよね。というのを横目に、昔のこの柱番号とか見るようにしましょう。普通の人には縁がないと思いますが、管理の関係で必要なんでしょうね。50年前のものじゃないですか。東京駅の中でもかなり地下の深いところにありまして、トンネルの中で火災などが起こった時に大変なことになるので、それに対応する万全の避難体制がここに設けられています。いろいろありますよね。秘密の扉みたいな、なんか行ったら戻ってこられないようなやばい扉みたいなのあるんじゃないか。そんなものないですね。歴史ある東京駅ということで、レンガ調の飾りがしてあります。これがその一番下のホームです。僕がちっちゃい時の、つまり今から20年ぐらい前の東京駅とか東京の駅っていうと、こんな感じの雰囲気のところが多かったですけれども、最近はどこも綺麗になってますが、この総武地下ホームだけはそのままです。ちょうど銚子行きの特急潮3号の出ていくところです。2時間に1本ぐらいですから、見られたらちょっとラッキーな部類になると思います。この車両もずっと使ってますよね。結局引退するのかなと思いきや、まだなんかそんな引退するわけでもないみたいで、あと何年使うんでしょうか。千葉って東京から割と近い割には電車がいつまでも古いのを使い続けているというイメージです。大昔からそうですよね。東京近郊で最後まで蒸気機関車やってたのも千葉でしょう。昔ながらの駅名表など残ってます。国鉄時代のまんまです。多分国鉄特急の頃からドア位置が変わってないのかな。特急乗車口、自由席って書いてありますね。自由席と書いてあるんですけど、気をつけなきゃいけないですね。成田エクスプレスは自由席ないですから、成田エクスプレスもここから乗れるみたいですけど、それは自由席ではなくグリーン車となっています。お、早いな。詳細が出ていったと思ったら、またすぐ次の電車が入ってきました。あの方がちょっと使うのが忙しいですね。別にそんなに忙しい時間ではないと思いますけど、今昼下がりなんで、それぐらい電車をさばくのは JR 東日本には簡単だということでしょう。一旦戻ってみましょう。ホームに降りる階段はこれが最後ですから、これよりも向こうには一般のお客さんが行くような用のあるところは全くありません。立ち入り禁止となってなければ行ってもいいと思いますが、大丈夫かな。あそこの影からなんか JR の人が出てきたり。そうですね、多分ね、この裏は JR の方の詰め所になってるんだ。津田、さらに上から貼られて、バ運輸区東京派出所、今そういう名前の職場が多分なくなったんだと思うんですけど、前ここに車掌さんとか運転手さんとかが勤務していたんだと思います。今もそうじゃないですか。ここにもなんか緑色の看板が貼ってあるわ。でも、もう組織の改配があったのか、看板は上から蓋がされています。監視カメラが見ています。何してるんですか、 JR の人から言われるかもしれない。どいときましょう。多分大丈夫だと思います。ここはホームも面白いんですが、ホームと地下1階の間の地下中2階みたいなところがすごい面白くて、大量のコインロッカーが配置されていたりします。というか、なぜここにこんなだだっ広い謎の空間があるのかってことなんですけど、構造上必要なんでしょうね。とりあえずあるからコインロッカー作るのに使ってるみたいな感じでしょう。ものすごく余っています。混んでるときはね、東京駅の中のコインロッカーが全然どこも空いてないみたいになるんですけれども、こんなところにこんなにたくさんロッカーがあるとは知らなかった。東京観光の際は覚えておくと良さそうですね。何、ここに書いてあるこれを見るに、この場所での飲食品主導はご遠慮いただきますよ。これの上にこうやって何、これ自分のものをこうボーンと置いて、よし、おいしいおいしいとか言ってやるってこと。なるほど、そんなやつがいるのか。ロッカー利用者の迷惑になることはやめましょう。飲酒はぜひ常磐線の普通車の中でね。あれだな、おやめくださいとか言っちゃったけど、僕普通にこれ飲み物飲んじゃいましたけど、今飲酒等はご遠慮いただきますお願いいたします。お願いされてるのに僕なんか破っちゃったような気がするんですけど、これはここだけということで、今後は気をつけます。放送してますよ、楽しそうなこと。
今日のサンライズ瀬戸出雲号は大雪が降ったので運転取りやめだそうです。もうね、京都駅が雪で大変なことになってるみたいですね。うん、僕も寒いなと思ってこれ来てきたんですよ。あとは、あ、これも面白いですね。エスカレーターのところにあの明かりがつくタイプの結構古いやつじゃないですか、元は。この発射表とかも結構古いんですよね。これ発射表っていう名前の機械なんですけれども、多分横に年式とか書いてあるんじゃないかな。ほらありますよ、新用車、いつかな。あ、書いてない、いや書いてある、書いてある、93年2月ですね。そうそう、いやもう今年で30年ですよ。 JR 東日本でもこれかなり見てきましたけど、最近数が減り始めてますからね。あとこの中2階にはトイレがありますが、壁がひび割れた感じのいい感じのトイレでして、あのトイレの壁がタイルなのと、あと一段が結構大きい、この感じが昔の駅のトイレっていう感じですよね。なんで階段があるんだ。全く誰もいなかったんで中ちょっと見てみたんですけれども、便器は新しいものになってるみたいだな。古い駅のトイレってなんかこう段差上がりがちですね。これ何なんでしょうね。電車の音が下からしてくるな。成田エクスプレスが来たのかな。ちょっと一回降りて見てみましょう。あ、残念、今行ったところですね。ちょうどねホーム上にお子さんが見てたんですよ、成田エクスプレスを。だから運転手さんが警笛に鳴らしてくれるんじゃないかな。実際に鳴らしてたんですけど、もうちょっと早ければよかったな。あのホーム上に小さいお子さんがいて電車見てる時は運転手さんが警笛を鳴らしてくれることがあるので、あのそれを横から遠巻きに見てね、おこぼれにあやかるといいと思いますね。あとそうだ、上に上がる前にこれも見ておきましょう。あの壁から水が染み出してます。別になんかこのトンネルの強度とかがなんか問題になるわけではないと思いますが、まあ、長いこと染み出していると見えてコンクリートの壁などもちょっと溶けたりしているのが感じられます。でこのね湧き水がまあまあ問題になってるらしくて、あまりにもあの多いんでポンプであの送水してずっとあの品川区の方までね、運んでるそうですよ。大田区かな。エスカレーターを見るとあれですね、左側は黄色いのに右側はめちゃめちゃすり減っているように見えますが、全部そうですよね。これこっちの方がこう黄色が鮮やかなの分かります。こっちはボロボロじゃないですか。これやっぱあれなの、みんな右側をこう歩いていくからってこと、左側を歩くことがないからその分すれが少ないってことなんですかね。ちょうど空港行きが来てますね。空港行きが来るとホームの雰囲気が変わりますね。中国の言葉がよく飛び交うようになります。全員中国人なのか分かんないですよね。台湾人の方も結構というか相当多いみたいだから、日本の冬に興味を持ってもらってありがとうございます。てか中国人は入れないですよね今ね。とりあえずね、まあ、こんな感じで成田エクスプレスの連結が1時間に1回ぐらい見られるところです。いや30分に1回か、結構多いですよね。あんな遠くで1回止まるんだ。この駅で2つの成田エクスプレスが連結するということをあまりよく分かってない外国の方はちょっと混乱している方もいるみたいです。うわあっちだこっちだみたいなこと言って行ったり来たりしてます。そんなに難しいかな。今放送してますけどね。そういうのがあるんですね。まあ、そこに車掌さんが立ってて、車掌さんがあの無線で安全確認をしてるんですけど、その人にすいません成田エクスプレス何号車に乗ればいいんですかねみたいな相談とか今するとね、安全の確認の支障になるので話しかけないでくださいと放送しています。いいことですね。お客さんもね分からないからね、そういう風に放送してくれた方が親切だと思うんですよ。うわなんだあれは、すごい指定席ものすごい混んでますよ。成田エクスプレスに限ってそんなことはと思うんですけど、うわ混んでるな。え、何そんなに日本っていつから魅力的な国になったんですかね。しかも中国人観光客は今来日できないんでしょ。信号が取れました。もうあと時間になったら出ちゃいますね。そんなにあれだったら成田エクスプレスの特急料金もっとバンバン倍ぐらい値上げしたらいいんじゃないかな。倍に値上げしたら日本人は乗らなくなると思いますけど、海外の人はそれでも乗るでしょう。ぜひ JR 東日本さんには外貨を獲得していただき、うわ乗りすぎだよ。グリーンはさすがに空いてるみたいですね。これならグリーン車に乗る価値あるな。いつもガラガラなんで別にグリーン車でも普通車でもいいんじゃないかと思ってたんですけど、あそうですか。この時間少ないのかな、成田エクスプレスの本数がもしかすると。それじゃね、発車するところで幸いあのギャラリーがいまして、お子さんもいるのでミュージックホーンを鳴らすんじゃないかな。あ、鳴らさないですね。僕がいなければ鳴らしたかもしれないな。
や、そんな目でなんか運転手さんをこういろいろ見たりしたら悪いか。やっぱりね、あの大人が、あの鉄道マニアみたいな人がカメラを向けてても、まあ、ちょっとね、撮られてるっていう感じがして、運転手さんもあんま気分が良くないんじゃないかなといつも勝手に思ってるんですけれども、小さい子がね手を振ってるんだったら微笑ましくて、なんかそれを鳴らしてあげたいんじゃないかなみたいな感じるんですけど、どうでしょう。お子さんを見たら運転手さんが警笛を鳴らすかもしれない、ついていくようにしましょう。 なんだこの YouTube 動画、こんなことやって大丈夫なのか分かんないですけど、悪いことは何もしないと思います。あ、ちなみにここに青いパイプがあるんですけれども、これがあの右から左にかな、あの水がずっと流れておりまして、新橋、品川、さらにその先の方までずっとこの中を水が通っていて、なんか立ち合い川に放流してるとか言ってたかな。ずっとここの地下トンネルの中のさまざまなところでは湧水を運んでいるんだそうです。で、あと実はこういうところの溝とかをよく見てみると、たまにネズミがおりまして、これはネズミじゃないな、ペットボトルがあんな断裂してるみたいですけども、探してるとね、いることがあるんですよ。時間帯にもよるのかもしれません。見つけたらラッキーですが、近寄らないでおきましょう。お、いい看板がありますね。これは相当古そうです。地下ホームは終日休園となっております。皆様のご協力をお願いいたします。あの地下ですから、やっぱりね、鉄道はあのトンネルがありますが、トンネル内での火災というのは大事故につながることがあるので、火器厳禁ということになっているわけです。で、多分この看板がここにできた当時はね、地上ホームは禁煙じゃなかったと思いますよ。地上ホームはあの喫煙所とかも普通にありましたしね、なんなら喫煙所とかができる前はあの普通にどこでも携帯灰皿でタバコ吸っていいと、そういう時代もありましたんで、どっかそこら辺の時代の名残ではないかと思います。大きな荷物をお持ちのお客さんはしっかり荷物をお持ちください、書いてあります。この上からエスカレーター、あの荷物が降ってきたらたまらんでしょうね。あ、ちなみにあの上にスカートとか履いてる方がいるときはもう本当気をつけて撮影しない方がいいですよ、当たり前ですけどね。あとはね、地下1階まで上がってきますと、そこに防犯カメラ録画中と書いてある別の通路がありまして、で、これなんか口、出口ですね、出口とか書いてあるのも見えるんですね。あ、ここにもなんか面白い階段があるんだなと思って、こっちへさっき入っていったんですよ。ここは知らなかったんですが、入ってたらですね、なんかあまりにもちょっと普通じゃない雰囲気になって、で、なんかおかしいぞと思って戻ってきたんですけど、あの駅員さんにこの防犯カメラ録画中って書いてある階段は使っていいんですかって聞いたらば、それはなんかお客様は使ってはいけないですねみたいな風にすごい困惑しながら言われたので、あのこれはね、何も書いてないんですけど立ち入り禁止らしいです。そういうトラップみたいなのもあるんだな。地下ホーム方面もだいたい綺麗になってきてるんですけど、どっかね、一箇所だけとんでもなく古い感じの階段が残ってたと思ってね、どうだったかな。僕の記憶違いでなければ、こういう横にずらっと並んでいるエスカレーターの群れ以外にも長い階段がありまして、あ、そうそう、あるじゃん、やってますよ。でいいんだよ、やっぱりこれ行って常用階段7、そうそうそう、これですよ。あ、行っていいんじゃん。なんだ、いや、さっき実は間違えて入ってきたのかと思って駅員さんに聞いたら、ここ使っちゃダメですみたいにおっしゃってたんですけど、駅員さんもわからないぐらいマイナーな階段なのか。東京駅の中で一番すごい場所だと思いますね。なんか犯罪に使われるかもしれないからということで、抑止力のために多分ああいうのを設けてるんでしょう。そうだよね、毎回通ったことがあって、これをね、皆さんに見ていただこうと思ってたんですよ。あ、もう今行けなくなっちゃったのかなとか思ってたんですけど、そんなことはなかったです。ちなみにまだまだ上まで続きます。総武線への乗り換えって言ったらやっぱこの階段ですよ。でもあんまり積極的に案内しないようになってるのかな。ちょっとなんか変ですもんね、この階段から乗り換えるの大変だし、強度とかのこれをチェックするだと思いますけども、壁にひび割れがありますが、そのひび割れにもちゃんとマークがしてありますが、これを抜けると急に都会的な東京駅になるということなんですね。でもこの階段を使って総武ホームに行けることはほぼ案内されていません。でしかも、そう、確かね、この階段は2つあるんですよ。これマジ行って大丈夫なの？ものすごく不安な気持ちになりますよね。でも大丈夫です、使ったことあるから。っていうか、つい先週ぐらいも使ったんですよね。ただここの場所にこうだということはあんまり分かっていませんでした。駐車場汚水処理室がこの向こうにあるんだな。
でも結構東京駅でバイトとかしてたんで、あの裏の方にもね、いろいろあの入らせてもらった経験はあるんですけども、 JR 東日本のバイトじゃないですよ、あのまあいろんなバイトがあるんですけど、まあやっぱ裏にはこういうところもこういう雰囲気のところもあるじゃないですか。相当裏もでかいですから、どこがどうなっているかは言いませんけど、ただ客が普通に入れるところでこういうのがあるっていうのは面白い。今しかも天井の工事中なのかな、上が露出しています。僕が今しばらくここに立ち止まっていたので人感センサーでしょうね。今明るさも暗くなりました。すごい悪いことをしている気持ちになれます。つってもまあこれ以上に何かがあるわけではないんですけどね。ただこういう古めかしい階段があって誰も通ってないってだけなんですけど、いいよね。多分なんですけど、エレベーターもエスカレーターも使わないで総武ホームに行く方法としてはこれを使わざるを得ないはずです。なんかそういうの法律で決まってるのかな、そこまでは知りませんけど、どうしてもエレベーターにもエスカレーターにも乗りたくないという方はこれを使うのはおすすめです。そんな方いないと思いますけど、でもなんか普通の人が通るような場所にも見えないけどね。 B4 コンコース清掃員詰め所で、これ上から降りてくるところには何も案内がないのに、下から上がるところには案内がある理由はおそらく脱出ルートとして非常に重要だからで、まあ、上から降りてくる人にはおすすめはしないんだけど、下から上がる場合にはね、万が一のことがあった時の重要な道だから、だから出口方向だけは案内があるんじゃないですか。昔の団地とかにありそうな感じの手すりだ。まあ、今回の一番の目当てはこれなんで、見つけるのに実はちょっと時間かかってしまったんですけれども、まあ、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。これはですね、北海道新幹線新函館北斗駅が開業して、その一番歴史上最初の列車に僕が乗った時の切符です。こちらはですね、昔北海道に走っていた寝台特急ブルートレイン北斗星号が走っていた時のその最後の最後に僕があの乗った列車のラストランの切符です。VP 川口駅というところで発行したと書いてあります。またこちらを見るとですね、VP 上野というところで発行したと書いてあります。この VP というのは昔 JR 東日本の駅に旅行カウンターがありまして、でそこでですね、あの切符とかあの売るビュープラザというのがあったんですが、現在ビュープラザは僕すごい好きだったんですが、思い出があったんですが、全部なくなりました。で、その代わりに駅旅コンシェルジュというふうな施設として、まあ、上野駅とかですね、品川駅とか、そういうところに残っているんですけれども、その駅旅コンシェルジュの中に僕がですね、 JR 東日本ダイナミックレールパックを宣伝しているパンフレットとか、ね、資料とかを置いていただけるということになってまして、まあすごいんですけど、もうなんか あるらしいんですけどというようなものですね。ぜひですね、皆さんあのダイナミックレールパックを使ってみてください。また駅旅コンシェルジュに行って、まああのコレクション目当てにあのファンの方とかね、持ってきてもらうとかでも構わないんで、あのそのチラシとかね、持っていてもらうと、まあ、面白いんじゃないかなと思います。なんかすごい思い出のあのビュープラザ跡地に僕のパンフレットが置かれるとか、なんかすごいちょっと個人的にはね、とても嬉しい気持ちです。高校時代めっちゃビュープラザ行きましたということでございました。ダイナミックレールパック非常にいい商品なんで、皆さん覚えてぜひ使っていただきたいと思います。ありがとうございました。